工具の一覧工具名と工具の画像を対応させた一覧、工具の形状から工具名を知ることができる。また、工具の名前から画像とその工具について詳しく調べることができる。手動工具の場合、工具に工具名が表示してある場合は非常に稀となっている。また、使い込んで古くなったりして再度購入時に商品名が消えている場合が多い。実規格では、 工具の予備寸法やサイズ実施マーク、強区文文字の表示が指定されていることが多く、工具名の故障表示についての規定はあまり見かけない。多くの場合は、製造元が個々に決めている管理品番や略称の記号が工具に表示されている。ブランドマークから製造元を調べ、メーカーや購入した店舗に工具に表示されている。 品番と思われる記号を問い合わせることによって、その工具の名前がわかることがある。電動工具の場合は、本体自体や取り付けられた名板に、名前が表示されている場合がほとんどである。これも使用中に、ラベルが剥がれたり、プリント文字が消えたりして読めなくなることが多い。工具名称は、自主規格名称に順じ、語尾の超音符号は表示していない。動力工具の名称は、名称頭部の、 電動、電気、エアー、油圧等の動力源を省略された名称となっているものもある。ありがとうございます。